枠入りが完了です。スタートしました。うち1番東北美人、これはいいスタートを切りましたが、やや追っつけて5番のレッドクラウディア、かわしていきます。追っていく7番エミーズパラダイス、そして10番のメーデイヤー。前は3頭横一線で東北美人4番手、迫っていく12番プリンセスキナウト、8番のハルサンさん。その後ろに9番月の天使つけまして、内々から4番アクティビューティ中段。下がなく11番マニエリスム、後方勢遅れまして13番のアドマイアインディーか。やや縦長です。これから向こう上面。5番のレッドクラウディア、今日も逃げます。リード体半分です。7番エミーズパラダイス、じわっと迫って2番手。差がなく10番メーデイヤ3番手。4番手の内側に1番東北美人、外に8番ハルサンさん。1馬身ありまして12番のプリンセスキナウ、内には4番アクティビューティ、動いていくのは13番アドマイアインディ、外から進出です。その後方9番の月の天使、そして2番プレシャスジェムズ、これも動いていきました。後方11番のマニエリスム、3番のオメガローズマリー、離れまして6番アルドラ、14番のレオキラメキです。800はすでに切っています。前のグループがぎっしりぎっしり固まって3コーナーを迎えます。逃げる5番のレッドクラウディア、ぴったりマーク、並んで7番エミーズパラダイスと10番メーデイヤ、前は3頭1段。7番のエミーズパラダイスは手が動き始めまして今3番手です。手応えがいいのは10番メーデイヤ、その内側5番レッドクラウディアも手が動き始めた。7番エミーズパラダイス今3番手、これを外からかわして13番アドマイアインディ3番手に上がってくる直線に向きました。先頭を抜け出したのは10番のメーデイヤ、ここで後続を置き去り。レッドクラウディア懸命に追いますが2番手、追ってくるのは13番アドマイアインディ、今3番手から2番手を伺います。その外から4番アクティビューティが伸びてまいりました。アクティビューティ今3番手に上がる、さらに2番手に並びかけようとしている。先頭は楽々10番メーデイヤ圧勝です。今ゴールイン、10番メーデイヤ圧巻の勝利。2番手4番アクティビューティ上がりました。5番のレッドクラウディア3番手、